どうもこんにちは、ゆだチャンネルのごまです。本日はですね、すごいしくじりをした先生がね、お越しになっているということで、早速お呼びしましょう。カモン。はい、どうも、特別講師のサイコです。今日のお話は、サイコが現役合格するまで全てで伺ってきた。それは切れ箇所になるので真実を、はい、お伝えお願いします。はい、本日の疑惑、しくじり先生、俺みたいに大学落ちるな、大学に落ちるやつの人格平成。お願いします。まあ早速やっていきましょうか。僕何回も言ってるんですけど、高3の時に京都大学思いっきり落ちてます。なんでまあ大学に落ちたのか、それをまあ僕の人格形成から遡って解説していきたいと思います。それを反面教師にして、皆さんは大学に合格していただければと思います。はい、楽しみです。まずその受験に関連してくる人格形成、中学時代と、はい、高校時代、浪人期散々喋ってるけど、はい、もう中学時代、高校時代についてあんま詳しく解説してないから、どうやって僕みたいな人格が形成されてるのか。完璧びっしり。しっかり書いてます。まあまあまあ、中学時代ね、サッカー部です。はい、サッカー部に入部して、はい、まあ、副キャプテンまで上り詰めてます。どんなチーム、まあ、こんなやつが、まあ、キャプテンやってる時点で問題なんですけど、ここでもう1個しくじりポイントあるよな。はい、まあ、なんでかっていうと、僕の将来の夢、まあ、阪神タイガースなんよ。阪神タイガースやのに、なんかサッカー部入っちゃってるよね。これまあ矛盾起こってる。これまあまず中1の頃のしくじりポイントかなって思ってますね。中学時代どんな人物だったかというと、まあ、はい、やんちゃっすね。結構僕もやんちゃったんですけど、サイコさんはどういったやんちゃをしてました？まあ、例えば、読書感想文3年間同じやつ出してました。やんちゃっすね。全部一緒の文章で、同じ先生なのに。ちなみに本は何の本でした？本はイブラヒモチブイッチのすべて。悪道イブラヒモチのすべてね。そうそう。のあらすじだけで800字書いて、まあ、それ3年間同じやつ出した。続き、勉強面ね。勉強どんだけできたんやつ、はい、京大浪人して合格するやつ、まあ、全校生徒180人ぐらいおって、はい、まあ、大体20番目ぐらい、まあ、僕の実力からすると全然ダメ、公立中学やから、はいはい、うぞうむぞうなわけ、ここ180 中の20番ってことは、こんなん到底京都大学行けないよね。はい、行けませんね。まあ、行くとしたら、三勤交流とかでも、この時から僕の中には京大っていう意識はあって、なんでかっていうと、兄が京都大学、まあ、でも高校から勉強すればいいと思ってたから、全然気にしなかった。でもなんで僕みたいな才能のある人間が180日20番目やったかっていうと、これ1個しくじりポイントあって、野球部とつるんでましたよ。これ一番頭悪くなります。これ一番頭悪くなります。ああ、見てんぞ野球部員。結構野球部とつるんでた。うん、いやでも僕はさ、同感ですね。なかなかいないですよね、スマートな野球部っていうのは。そうそうそう、うん、例外あり、まあ、例外あるんですけど、こう、まあ、野球部つるむことによって、まあ、やんちゃだったり、はい、勉強をおろすかにしたり、野球部に賢いやつおらんから。いないです、ほんまにいない。ほんまにおらんから、まあ、この頃どんな勉強してたかっつうと、はい、まあ、ちゃんと塾には通ってて、親に塾に行かされてた、うん、個人の塾やな、その田舎やから。これどんな塾かっていうと、これはこの数学の塾は X のこと X って呼んでた。しくじりポイントな。これしくじりポイントです。あと、まあ宿題えぐいぐらい多い。授業の最初にこの宿題の答え合わせするから、その部活とか行って授業遅れていったら答え合わせの後から授業入れるんで、これはサボりの秘訣ですね。大事なポイントです。そこやしくじり、エッキスじゃないよ。しくじりポイント。ちなみに英語どんな塾かっていうと、女の先生で、まあ、60超えてるんですけど、はいはい、嵐のファンクラブ入ってます。でもこの先生優秀で、英語だけはもう定期テストで100点ばっかり取ってます。まあこんな感じで中学校3年間勉強してて、高校受験を迎えます。高校受験はどんな高校受験したかっていうと、150程度で、まあ、定員が240人で、で、まあ、受験するのがまあ250人だから、もうほとんど受かるから。なるほどね。受けたら受かるみたいな。だからもうほぼ高校受験とかあんま勉強してない、うん、数学英語だけでもいけたから。まあもちろん受かるんですけど、まあ、高校に余裕で。受験勉強しなかったから、うん、理科の点数が100分の50点、うん、相当悪いね。だって僕はその愛知県出身で、結構その地元では一番の進学校に進学したんですけど、はいはい、その時は全科目9割ぐらい取らないと受からないみたいな。そうなん、そうそうそう、感じだったから、ね、信じられないですね。野田塾では結構勉強した。野田塾でも散々しこたま勉強しました。だってこれ京大理科の時の方がこれ点数高いからだ。
まあ、そんぐらい、まあ、ほんまに普通に頭悪かったな。まあ、続いて、まあ、高校時代行きましょうか。高校時代も普通にサッカー部に入部します。はい、サッカー部でまた副キャプテンやってこれ1個高校入学時のしくじりポイントあって、はい、キャラは失敗するんだよねクールキャラは失敗クールキャラで行こうとしすぎて女子の前でカッコつけてたらもう女の子の友達ゼロになっちゃったまあちゃんと高校時代も塾には行ってました。これしくじりポイントですねはいはい、しくじりポイントこれ、はいはい、牛小屋を改築した塾なんです。おお、買えないなぁ作れ、鉄筋コンクリートで。これはもう高1で中退しました中退、中退って呼ぶな、塾やめること。高1で、うん、青ちゃんと数2 B だけパチって青ちゃん中退しました授業料少しでも解消しようとしてる。でも英語は結構高3ぐらいまで行きました。この塾は、うん、パワハラでエグいっすね宿題忘れたら、うん、英作80枚やらされてるお話のネタなく話のネタなくなるぞ80って。でもこのおかげでめちゃめちゃ英作が得意になるんですね、うん、じゃ相当忘れてたなお前あ、これ言うの忘れてたけど、これなんで何やったかっていうと、うん、虫苦手なんですよね、僕が。あ、苦手ですね。アブラメ一族ぐらい虫出るんで、ここはい続いて、高校時代の成績いこうか。これも15番目とかかな。勉強習慣、普段はもう部活して遊ぶだけやん、高1高2なんで、うん、まあ、テスト前だけですね。これじゃあまあ兄弟から程遠いですよね、うん、でもこの高校からいつも兄弟とかまあたまに行ったりするんだけど、うん、そういう人は大体もうこれ241ずっと1位とかじゃないと行けへんから、うん、性格上、うん、将来整理でないから何も気にしない。周りには言ってたんですか、俺は兄弟志望だと。高1の時の進路希望調査から、うん、兄弟行きますって書いてました。おお、なるほどなるほど。でも高1高2でこういう成績やったからずっと、うん、ちょっと半大目指しました、途中実はでも天気があって、うん、高2の冬ぐらいに僕の面倒を見てくれた先生がお前そろそろもう勉強した方がいいぞ、俺特別課題みたいに出されて、まあ、冬休みこの数学だけやったわけよ勉強。そしたら次の模試で学年1位に取っちゃって、ここからまあ兄弟志望に変えるんですね、まあ、C 判定出るんですよ、ね、高2の冬でもう兄弟 C 判定でもういけるやん絶対、うん、確定演出やんと思ってもう確信に変わりました、根拠のない自信が、はい、普段はどういった生活をしてたんですか、勉強面以外だ。まあ大体彼女と一緒に帰ってます。彼女と一緒に帰って、まあそうです、大体そうですね、うん、高2から、まあ、ここからまあ受験期に入るわけですよね。実際受験勉強をし始めたのは高3の6月長くて1日2時間です。勉強習慣がついてなかったよ、その1日何してたか、まあ、4時ぐらいに学校終わって、ですよね、ですよね、まあ、6時まで、これも女っすねちょっと食べて、うん、家まで送って帰るみたいなっていうので、まあ、2時間取られてます、うん、まあ、6時から8時までは昼寝です。昼ちゃうねん、もう6時から調子よかったら11時まで行くんです、うん、風呂入ったりして12時に寝るって感じです。いい生活してんな、まあ、こんな勉強じゃ伸びるわけもなく、はいはい、高3時はもうずっと E 判定ですね。兄弟もし受けるような8月11月これ1個しくじりポイントあって、基本みんなその進学校の友達同士で喋り合ってるやん、こうみんなアウチアウトやってるわけ、うん、アウチアウトで確認してる、僕だけフォーカスゼータ聞いたことないんだよフォーカスゼータ。これさえやっとけば受かるんだ先生って言ったから兄弟もしは大体こんな感じの成績や。問題はここやな、数学直前期あと3ヶ月でここを伸ばそうっていう感じで勉強してんけど、はい、まあ、結果200分のこんぐらいしか取れへんわけよ。この時どんな勉強してたかっていうと、とりあえず問題集やりまくればいいやんで、人にもやることに満足しちゃった、自分の実力がほんまについてるんかっていうのを確認せずに行っちゃってたし、ここも2年分しかやってません。全然やな、ほんまに。だから浪人期めちゃめちゃ過去も豊富にあったから助かった、逆に逆にな、うん、2時間とかの勉強量だったのが、うん、その増えたんですか、その秋とかには、うん、一番まあ増えたのはギリギリ直前期になってからやな、うん、まあ、8時間ぐらいやってたかな。どのレベルの直前？あ、最後1ヶ月とかセンター後ね、うん、ここでもうこんだけやれば絶対伸びるやんと思ってたけど、うん、ただ単に実力に過信してたっていうだけです、うん、なるほどなるほど。だから自信を持つための努力をしてほしい。その結果、まあ、マイナス100点で不合格。でも結果浪人して復興最低点からプラス30点ぐらいで合格なんです。ってことは、まあ、これから何を学んだか、僕がここが一番大事ですよね、はい、それ今からやっています。
まずこれ受験生の敵、うん、3つあります。睡魔、スマホ、恋愛です。恋愛ね、これ一つ一つ倒していきましょう。まず、うん、これ睡魔、うん、これも寝るしかないです。寝るね、はいはい、1日7時間寝てください。単純に寝た方がいいですね。1時間に7時間寝たら、うん、まあ、昼寝1時間ぐらいしたらちゃんともう一回勉強できるぐらい、はいはい、睡魔には勝てます。スマホこれもう触っちゃうね、受験生触っちゃうね。これにめちゃめちゃ時間取れてる、うん、僕もこれもう受かりたい人解約もしくは隔離ね、うん、もう自分から話しちゃう。物理的にね、うん、絶対勉強するときは近くに置かない、うん、恋愛どうしようか、うん、これどうしてもしちゃうよね、高3、うん、高校生盛んやから、はいはい、これもう男子校女子校行きましょう男子校女子校行ったらもう恋愛できません、うん、隔離ね、これも大学生まで恋愛できませんから、うん、その代わりね、受かりたいなら交通しかない、うん、そういったらもう、うん、彼氏彼女いたらもう別れるどうせ大学入ったらもう別れるんで、こういうカップルは、はいはい、高校生カップルって 99% 別れるんで、こうやってまあ受験生の敵倒してください、うん、はい、あとまあ僕が一番できなかったこと、目的を見失ってましたね。勉強する目的を、はいはいはい、受験勉強の目的はもっと勉強すること、バッと合格することなんですね。こういう結果常に合格するためには何が必要かっていうのを考えながら勉強する、これが一番大事です。これを学びました僕は。こうしたことから受かるための勉強をしなかった、勉強するための勉強をしてたから実力がつかなかった、これが一番大事ですね。これさえ覚えてくれればもうチャンネル登録外してください全然おやめてくれやめてくれ、毎日飲んで。これさえ高校の時からできてれば多分受かってたと思います。はい、このしくじりのを反面教師にして、はい、あなたの目指す人生を実現していただいたらな、それで嬉しいです。まあ、それでは次回、コバの薬物中毒俺みたいになるなでお会いしましょういや俺、清原いつだから清原なってた、うん、やってないです。